毒々しい色のトカゲに、斑点模様が不気味なエイ。東京池袋で開かれている毒を持つ生物を集めた猛毒展は、怖いもの見たさで平日でもご覧のにぎわい。人気に一役買っているのは、キャンディー。猛毒展にお越しいただいたお客様へお渡ししているドックドックキャンディーです。通常の入場料より300円高い特別チケットでもらえる。これ色味がとってもポイズン。この毒々しい色のペロキャン、行きたいどころの騒ぎではないんですけど、 SNS で映えると話題に。手掛けたのは名古屋市西区に本社を置く駄菓子問屋、1963年創業の中村です。こちらは中村が飴の製造を委託している工場。青と白の飴の板がパズルのように組み合わされていきます。何本かをひとまとめにし、太巻きに。カラフルな衣をまとわせ、機械と人の手で細長く伸ばしていきます。最後に裁断機で一口サイズに切ると、飴には手洗いうがいの文字が。どこを切っても同じ文字や絵柄が出る組飴です。中村が始めたのが、このような組飴やペロペロキャンディーをオーダーメイドできるサービス、マイ飴です。2007年のサービス開始以来、サッカーの名古屋グランパスや住宅設備機器メーカーのリクシルなど、受けた注文はなんと1万件以上。今期の売り上げはすでに1億2000万円を超え、過去最高になる見通しです。飴の価値をどう変えるのかっていう意味で、メディア化していったり、コミュニケーションツールとして販売していくということで。こちらはマイ飴を利用した東京の広告会社。飴にこれまでの広告手法にはない双方向性を感じたといいます。ポスターとか映像だと、どうしてもこう一方通行の情報の発信になってしまうと思うんですけど、飴を受け取った方々のコミュニケーションも発生しましたし、飴ならではのことだったのかなと思います。中村は飴を単なる嗜好品ではなく、メッセージを伝える広告やコミュニケーションの手段に変えたことで、小売店のような問屋業としての顧客以外にも新たな市場を開拓し、取引先を増やすことに成功しました。マイアメは中村にもう一つ変革をもたらしました。昔はもうここがかなり駄菓子の卸問屋がたくさん立ち並んでいるところでした。もうかなり少なくなってきてます。実は名古屋市西区はさくらんぼ餅をはじめ、数多くの駄菓子を生んだ、いわば駄菓子の聖地。かつては多くの問屋が軒を連ねにぎわいました。しかし、遊び方の変化や少子化などで駄菓子店は減少。駄菓子問屋の主な取引先はスーパーやコンビニに。スーパーやコンビニは発注が大量なため、多くの在庫を持てない中小の問屋は対応できず、廃業が相次ぎました。ところがマイアメは、オーダーメイドで作るっていうことであれば、当然作ったものはすぐお客様のところに運ばれていくので、当然在庫は抱えることもない。オーダーメイドだからこそ、先にお金をいただいて作ることができるっていう、もう反対に考え、在庫を持たない逆転の発想のビジネスモデルで難局を打ち破ったんです。これがなかったら苦しかったと思います。日本国内だけではなく、海外へ向けて発信していき、需要を高めていきたいです。今日ご覧いただいた内容は、日経電子版、日経チャンネルのほか、 TVH の YouTube でもご覧になれます。ぜひご覧ください。